ここは2億年後の地球。進み続ける異常気象にあらゆる動物たちは絶滅しかけていた。厳しい自然環境の中、彼らが生き残るために選んだ道が、他の動物との融合という戦略、つまり合体。さあ、合体動物レンジャー純と、動物のことなら何でもお任せ、今泉博士と一緒に不思議な合体動物の世界を冒険しよう。強い生き物図鑑、合体動物最強バカで。今泉博士、強い合体動物はどこにいるのかな。俺、早く見つけたくてワクワクしてます。おお、ジュン、張り切ってるね。合体動物の中には絶滅しかけている種類もいるから、早く僕たちの手で保護しないといけないんだ。わかりました。どんどん保護して合体動物たちを守ってみせます。うん、でもね、ジュン、くれぐれも油断は禁物だ。彼らは合体前の動物が持つ能力を受け継ぐどころかパワーアップさせているからね。不用意に近づくと痛い目に遭うぞ。そうなんですね、わかりました。気をつけます。あー、でも博士、合体動物を保護するのはいいんだけど、どうやって見つけるのかな。それは心配ご無用。この船に搭載された合体動物レーダーを使えばすぐに見つかるんだ。近くにいる場合は音が鳴るから、聞き逃さないように注意しよう。なるほど。まあでもそんな簡単には合体動物が見つかるわけないよね。って反応してる。はわわわわ、合体動物保護しなきゃ。どうしようどうしようどうしよう。ほらほら、落ち着いて、ジュン。さあ、早く保護の準備をしなきゃ。わかりました、博士。あー、で、出たー。は、は、博士、すごい、いきなり珍しい合体動物が現れたね。ジュン、これは何と何の動物が合体したものかわかるかな。顔は凶暴そうだな。ピンと2つの足で立っていて、大きな爪もある。そしてたてがみも長いから、あっ、1つはライオンでしょう。その通り、百獣の王ライオン、そして二足歩行のミニアキャットが合体した動物、名付けてライキャットだ。ライキャット、ライオンの凶暴性とミニアキャットのすばしっこい動きで、次々と他の生き物を襲っていくんだ。確かに顔が怖いな。さあ、ジュン、狙いを定めて、アニマルキャプチャーをスタンバイだ。よし、狙いを定めて、行くぞ。ロックオン。やった、ライキャット、保護成功。ここで説明しよう。この船に搭載されたアニマルキャプチャーは、合体動物を保護するための特殊な装置、元気なままカードに入れることができるんだ。それと同時に、攻撃力、防御力、スタミナも一瞬で分かっちゃうんだ。すごいだろう。この調子で保護していくぞ。なんだこのダミ声は。私はオザ、合体動物をコレクションしているのさ。ホイジュン、今カードにした合体動物をよこしてもらおうかな。何をトンチンカンなことを言っているんだ。
せっかく苦労して保護したのに渡すわけないだろう。そんなこと言うんだったら私の合体動物と戦え。もしもお前が負けたらカードを渡してもらうからな。何を？よし、望むところだ。おお、元気だけは一丁前だね。私の合体動物はこれだ。なんだこの合体動物は。顔は鳥だけど体が大きいな。うわあ、あの足はすごい攻撃力を持っていそうだね。おや、お腹のところにポケットがついてる。子供までいるってことはカンガルー。いいところに目をつけたね、ジュン。この合体動物はヒクイドリという鳥とカンガルーが合わさったヒクガルーだ。ヒクイドリは世界で一番危険な鳥と言われているよ。しかも走るとオリンピック 100m 走の選手より速いんだ。そしてカンガルーは筋肉の鎧をまとった実は強い動物。不用意に近づけば足で思いっきり攻撃してくるから用心してね。強そうだな。足が武器の動物2体が合体したんですね。さあ、ライキャットのカードを出して戦え。真っ向勝負だ。よし、いけライキャット。ジャンプからのキングパンチ。かわせ、ヒクガル。ライキャットはライオンのパワーが受け継がれているんだ。でもヒクイドリの素早さにカンガルーの身体能力が加わった。ヒクガルーがかわすのは簡単だったようだね。やるなヒクガルー。ライキャットの強いパンチをかわすなんて。舐めてもらっちゃ困るな。よし、ヒクガルーの反撃だ。くらえ、キラーキー。あー、やばい。動物を一撃で倒し、鉄板でさえも曲げるヒクイドリのキックにカンガルーのジャンプ力が加わり、効果は倍増だ。キックを得意とする動物同士が合体したんだからすごいのは当たり前。これで G エンドだね。危険を感じると攻撃的になるというヒクイドリの本能がここで覚醒したんだ。大丈夫かな、ライキャット。くっそー、頼むライキャット、負けるな。あれ、どこ行った？おお、地中に一度潜ってからのミーアアタック。どうだ。マジか。土の中に巣を作る習性があるミーアキャットの能力で相手を惑わせてから300キロの力を持つライオンのすごい顎で相手の急所である首元にガブリ。これにはヒクガルーもノックアウトだね。ライキャット強い。畜生、やられた。この勝負勝ったのはライキャット。くそ、私の合体動物が敗れるとは。覚えてろよお前たち、必ずまたお前の合体動物を奪いに行くからな。すごい対決だってな。ジュン、よくやったね。さあ、次の目的地に出発しよう。オッケー、次はどんな強い合体動物に会えるんだろう。よし、出発進行。今日登場した動物の豆知識を一つ紹介するぞ。ヒクイドリは普段用心深く臆病な性格なんだけど、怒った時にはもう大変。キックで人間も攻撃してくることもあるんだ。普段おとなしそうな動物ほど怒ると怖い。これは人間も同じだね。